今回紹介するお魚は水タコです。今年2020年の半月賞は7月1日となっており、関西地方では田植えが終わる時期に稲の根がタコの足吸盤のようにしっかり根付きますようにと農家さんの願いを込めて、半月賞の日にタコを食べる習慣があります。またタコにはタウリンという栄養素が多く、栄養ドリンクに使われているように、昔の人は田植え作業で疲れた体にタコを食べるということはとても効果的だったと思います。水タコは全長が3メートル前後にもなる世界最大のタコになり、旬の時期ははっきりとしていませんが、年中通して味に差は出にくいと思います。最近では足が太く扱いやすいことから、回転寿司の生タコの握りやドレッシングなどで、濃い味付けなどで創作料理にもよく使われるようになっております。また生以外でも加熱して美味しく食べられますので、料理用途は多様になってきています。ただ水タコは水かきと呼ばれる赤い皮が発達して口に残りやすく、取ってあげるのをおすすめします。良い水タコの選び方は、見た目に透明感があり、足を叩くと生きているかのように動くものほど鮮度がいいです。そんな水タコを今回はプロの方も必見、水タコの難点とされる薄皮と水かきを吸盤ごと一気に取ってしまうという究極の裏技を紹介します。ではではスタート。ほとんどの人がまず吸盤を落として、この赤い皮を、まあ、包丁で削ぎ取るように取るんですけども、これだと出来上がりが先ほどみたいな薄皮が残ってしまって口に残るパターンなんですけども、これを一発で解消する裏技を紹介します。まず足の細いをちょっとタコを切れてしまって最後の方まではないんですけど、同じように塩で、まあ、水流しながらでも引っかかるんで、だったら引っかかるんでいいんですけど、塩を使うとすごい先ほどみたいに取りやすくなるので、もうここまで薄皮と一緒に剥けたら、まあ、あとは親指と人差し指で握るようにして、で剥けてる方を持って引っ張るだけです。そしたら不思議なことに、先ほどの面倒くさい作業を一切せずに、これで薄皮ごと全部きれいに取れるという素晴らしい裏技です。でこれは薄皮と吸盤が一緒に残っている状態になります。これは吸盤だけ、薄皮は捨てるんですけども、吸盤だけボイルしたら美味しく食べれます。これ革新的な裏技、ぜひプロの方も使ってみてください。
ここは本当足の方までだったら細くなるんですけど、そうなった場合面が取れなくなって、まあお店でもどう切ったらいいのみたいな感じによくなるんですけども、ちょっとした技があって本当はここあればいいんですけど、まあ一応細くなった時の広げ方、ちょっと切り込み入れてあげて、あ、もう切れてしまったらダメなんですけど、こう細くこのままこんだけ面が広がりますので、それでこうスライスしてあげたら同じようなタコのお作りができますんで、生の広い面のちょっと切り込み入れ上げて開けてあげるっていうちょっとした裏技です。うん、うまい。タコよりサラダが身に染みる。親指タコ姫。ちょっと違うな。